さあ、はい、始まりました「おことしゃべり」の YouTube チャンネルでございます、はい、どうも本日もよろしくお願いします。はい、というわけで、自己紹介させていただきます。はじ、めまして、はい、プロダクション人力車所属芸歴6年目のトリオトンツカタンのツッコミ担当森本です。そして吉本クリエイティブエージェンシー所属芸歴3年目の鳥山大輔です。はい、3年目6年目と芸歴は違うんですけども、もともと同じ時期に人力車の養成所に通っておりまして、はい、そこからいろいろありまして数年後彼が吉本の養成所に通い直しまして、はい、現在芸歴3年目ということで、オフィシャルな芸歴は違うんですけども、同期扱いでやらせていただいております、はい、そして私鳥山というんですけども、このおこだしゃべりでは菅子という愛称で親しまれております。それはですね、僕のこの髪型メガネ輪郭がですね、はい、渡る世間は鬼ばかりなどで有名な脚本から橋田菅子先生と酷似しているためという理由でございますね。そうきましたか。そしてこのおこだしゃべりをご覧になっている皆様をおこたーと呼ばせていただいております、はい、以上基礎情報でした。はい、というわけで収録会でございます。そうですね、収録会は、毎回、皆様から募集したテーマを元にトークしていきたいなと思います。今回テーマありますか。テーマがですね、はい、前募集した中で、修学旅行の思い出話と、修学旅行、これやっぱ学校系の、結構ね、あのお題とか来てさ、こんなしゃべりでもよく話してる学校系の話になると、全然違うからね。そうだね、それが面白いんですよね。僕がインターナショナルスクール出身ですから。そうね、修学旅行っていうのはまずどこ行ったかっていうのが多分、僕が多分ベーシックだと思うんですけど、中学校が、京都奈良、はい、で高校の時が、沖縄、はい、っていうのが多分ベーシックですけど、はい、僕は、はい、小学6年生の時かなに日光。ああ一緒ですね。行きました。はい、一緒だな。それ以降は行ってないかな。はい、行ってない。いや、修学旅行の思い出話ということで言われてるんですけど、行ってない。悪いけど。あ、ないんですね。インターナショナルスクール。だから卒業旅行。それでいいんじゃない？は、行く行かないを投票で決めようってなって。投票？もう過半数がもう行こうってなったら全員行くんだ。全員行くし、じゃあ行きたくない人も行かなきゃいけないってことなんですね。行きたくない。あ、なるほど。で、過半数超えなかったんで行ってないです。あ、超えなかったんだ。そんなことある、うん、9割方行きたい人じゃないの。うん、みんな行きたくなかった。まあ1割ぐらいがそのあんまりそもそも旅行が苦手だとかいう人がいて分かるけど、あ、そう、過半数が行きたくない学校に行ってたんだ。そう、まあ各々のグループで行けばいいじゃんっていう人たちだったの。あー、なるほど。あ、じゃあ全員で行く必要ないかっていう。そうですか、うん、結構な、だってザ思い出といえばじゃない、修学旅行っていうのは。そうだね。じゃあ結構そういう話聞くと羨ましいですか、みんなの修学旅行の話をしてるの。まあね、確かね、高校の時も、はい、本当は行く予定だったんだと思うんですよ。はいはいはい。でもなんか悪さしそうだってなって行かせないってなって。違うよ、先生方の判断。お前どうせやんちゃするだろっていう。すごい教育の仕方ですね、事前にやんちゃを阻止しようっていう。まあ合理的っちゃ合理的なんですけども、あ、怪しいのはもうさせないって最初からやらせないってことね。しかもね、男子校ですから。ああ、なるほどね、あ、まあそれはそうか、あ、なるほどなるほど。怖いじゃん男子校って。まあ、怖いって、まあそうだね、羽外す男子高校生の集団が一番怖いでしょ。そうだね、やっぱ女子の目線があると行ききらないとこあるじゃん、おふざけも。そう、男子がねこれやると女子に嫌われちゃうとか、そのベースにモテたいがちょっとあったりする、そう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 、女子の目を気にしながら大体行動するからね、取っ払うから、確かに怖いわ、要はだから芸人ってほぼ男性多いからさ、あの感じでしょ。そう、あの感じ。芸人たちがあれが100人ぐらいってことでしょ。そう、いやこれ怖いわ。怖いっしょ。それは確かに問題しか起きないわ多分。確かにな、芸人5人ぐらいいるだけでもうるさいのに。そう、あ、なるほど、そうかそうか、そうなんです。あ、じゃあこのなんていうんですか、このトークテーマ、森本さんの回答は、まあ思い出はじゃあなんか日光、日光があるか。そうか、そうかそうか、
それぐらいですね、うん、それだけってことか。勝手にもう修学旅行っていうのでもう中学校高校なんですよね、うん、どうなんか思い出あります？思い出はありますよ、もちろん。そりゃ京都、うん、中学校2年生の時に京都奈良に行きまして、うん、ねどこ行ったんだいやその時柔道をやってる、うん、オリンピックにももう3回ぐらい出たのかなっていう。あ、前もここで話した。そうですそうです、うん、柔道の66キロ級か何かの日本代表のエビルマ・マサシっていう人がいるんですけど、うんはいはい、それが同級生だったんですよ、うん、その修学旅行時がピークで、うん、仲の良さが、僕らの、うん、確かクラスも違うか、うん、班が違うとかだったんですけど、うん、どうにかこう2人を合わせるスケジュールにしないといけないっていう、うん、僕らの中でね、うんうん、だからなんとなくあるんですよ、うん、もうルートとしては、うん、もう金閣寺、清水寺とか、うんうん、やっぱ有名なところがあって、うんうん、その中から何時から何時まで自由行動なんだよ、うん、タクシー1台もらって、うん、タクシー1台借りて、もうもちろん中学生だから運転もできないし、すげえ。でも京都ってやっぱね、車とかないときついんですよ、うん、電車バスとかだと中学生だからミスってね乗り遅れたりして大変だから、もうタクシーの人に預けちゃった方が先生もね、すげえ、それめっちゃ全部その時間やってくれるからってことで、そのでも決めないといけないんです、ルートを、そのルートをなんとかこうエビルマの班とこう僕の班でこう合わして、金閣寺に行ったら別のタクシーで来てちゃんと会うようにみたいな、でちゃんとこう帰るようにみたいな感じのルートをして、ずっとあいつといた記憶ありますね。写真ありますもんね、2人でよく撮ってる写真。へえ、すげえいい思い出だね。そう、でも本当にそれぐらいだな。夜どこ泊まったんだ、まず。あ、そうですか。全然覚えてないな。なんだ、思い出ありますよみたいな。あ、高校はめっちゃあるんですよ。あ、そう、まあ10年前なんで、中学校はもう15年前ぐらいでしょ、うん、そのエビとそのいろいろした記憶しかない。ですね、うん、まあ僕はだからその日光一本で、うん、はいはい、日光一本、そうだね日光一本でやらせていただくんですけど、はい、まず ね大型バスで向かうんですけど、はい、本当高速乗った瞬間ぐらいに、はい、同級生の中国人のロナルド君が、うんうん、お腹下しちゃって、あら、でもう間に合わないと、サービスエリアまで。そっか、高速だからね。うん、だから、うん、路肩みたいなのあるじゃん。おう、あ、一応ギリ止めていいとこ。そう、おう、止めて、うん、で、ロナルド君だけ出して、うん、まさかの高速道路のぐそしてまあまあ小学生ですから。そう、あ、で、これ大いじりされるじゃん。そりゃそうよ。先生はそれを阻止するために、うん、カーテンを全部閉めろ見るなっていう。で、全員カーテン、まあ、それはそうですわ、閉めるんだけど、はい、まあもうそんなのさ、うん、そんな全部言うこと聞くわけないじゃん、うんうん、それはそうですね。だから隙を見て、うん、誰かがこう、うん、カーテンをこう開けてさ、うん、で、スマホで、うん、ロナルド君が脱ぎ捨てた、うん、ほかほかのパンツの画像が、うん、全員出回る最低だなおい、かわいそう、ロナルド君。ノーパンで戻ってきたんですけど、彼はね、ロナルド君は。ノーパンで持ちゃう？そう、もうちょっと出ちゃった。ああ、なるほど、もうバス内でね。あ、そう。なるほど、それはしょうがないですわ。うん、でも楽しそうだった、ロナルド、ロナルドで。そう、好きしたっていうのがやっぱ勝ったんだろうね、どんだけいじられても。あ、ま、より辛かったんだ、やっぱこの。うん、本当辛そうだったの。なるほどね。だってバス止めたんだよ。サービスエリアまで待ってなかったんだから。なかなかな事件ですよね、それ。高速バスわざわざ止めるっていうのは結構ですよ、それは。そう、うん。っていうのもあったし、うん、それは確かに思い出ですね。あと、もう本当ね、良、うん、くないですけど、はい、誰かがエロ本持ってきたんですよ。まあまあまあ、エロ漫画かな。20年前ぐらいですかね。はいはい、で、うん、ね、うん、部屋に旅館からついて、うんうんうん、で一旦部屋行って、うん、でもうお風呂入ろう、うんうん、
って言って、うん、温泉入ろうってみんな準備しだしたんだけど、うんうんうん、なんか僕ね、うん、後で入ろうと思ったのかな、うんうんうん、なんかちょっといたんですよ、その部屋にね、うんうん、そしたらインド人のスジット君という人がいるんですけども、スジット君がなんかね、スジットがあの部屋の隅っこでこうなんかうずくまってるんですよ。あら、でうずくまるのはさっきバス内でロナルドがうずくまってたのを思い出したからよく人がうずくまる旅行ですね、うん、これ下手したら、はい、うん、分かんないな、出してるのかなと思って、うん、大丈夫かなって覗き込んだら、うん、エロ本読んでたんです完全に僕も、うん、もう温泉入ったと思ってたらしくて、なるほどなるほどなるほど、こっそり、うん、みんながいないからっていうことで、なるほど、で読みふけってて、うん、スジット君が、そう、でそれもまた大いじり、うんうん、うん、なかなか面白い学校ですね。そうですね、そう思うと、まあその温泉の中でもそのスジット君だけ、うん、もう陰もボッサボサだったっていうのがまあトピックになったんで、連チャンでスジットのいじりが、だからやっぱ続いたってのちょっと成長が早かった分、うん、やっぱ混ぜてたというか、もう大人になったもん、だからもうエロ本にも興味があったんでしょう。そうです、そうです、なるほどね、うん、あと前も話した、これ結局話したっけ、イマニュエル君の、イマニュエル君は話しましたね、話したか、その日光のある、ね、日光江戸村に行った時に、うんうん、江戸村ってね、はいはい、キャストの人が、うん、あのタイムスリップした江戸の格好でね、そうですそうです、侍さんみたいな格好して、忍者とか侍とか町娘とかいるんですよ、うん、はい、で、あの僕らであの演劇を見に行こうってなって、はいはいはい、江戸を舞台にした演劇に行って、はいはい、でそしたら、うん、あのもう日本語だから、うんうん、もう理解できなくて、もちろんもちろんそれはそうね、みんな英語で喋ってるからね、はい、うん、でその中でも、うん、あのナイジェリア人のイマニュエル君が、うんうん、もう本当飽きちゃって、うんうん、隣にいた別の学校の修学旅行生の女の子にちょっかい出しちゃって、うん、でそれを、まあ、もちろんね、はい、係の人に、うん、伝えて、その女の子がね、それはそうだよね、でつまみ出されちゃったんです、係の人に、あらあって裏口に、うん、でやばい、イマニュエルやばいぞってなって、うん、僕ら表口から出て、はいはい、裏口の方回ってったら、うん、イマニュエル君が、うん、あの忍者と侍に引きずられながら、うん、スタッフルーム連れて帰ってたっていうあれそのどういう時代っていうから誰が主役なのこれっていう、本当の昔の日本に外国人がたまたま漂流でたどり着いちゃって見たことないから、なんだこいつはってことでこう連れてかれたんでしょっていう映像でしょ、もうそれ悲しい人みたいなそうタイムスリップしちゃった悲しい人みたいな、ね、かわいそうですね、そりゃ、うん、っていうのもありましたし、結構覚えてるもんですね。逆に1個しかないからもう、まあね、インパクトは強いのかな。インパクト強いかもしれない。もう記憶力いい方ですけど、うん、マジで京都なら何したんや。まあただ楽しかったんじゃない。まあそれもあったから、うん、でも結構めんどくさいなと思ってましたよね、僕。あ、そうなの。めんどくさい、実際思ってました。そのなんつうの、うん、こう歴史的なものを学ぶっていうのは、うん、当時はさ、あんま興味ないからめんどくさいなと思うけど、やつらと一緒にいれる空間、あーなるほどねっていう、ただ楽しい。あ、それはあったのかな。うん、あ、そういうことか。特筆する楽しさではなく、そうだね、じんわり床暖房みたいな楽しさが、あーでもそうかもしれないね、ずっと続いてたんだ。うん、まあそうだね、うん、うん、確かにあの時ね、今でこそお寺とか行くとすっごい楽しいですけど、うん、かる、14歳ぐらいの時にね、行って、そうなんだよね、うわーっとは、しかもなんかそれこそ僕驚愕だったんでね、うん、女子とかいるからさ、うん、なんかそこにこう感銘受けてるのダサいなとか思っちゃうから、そういうカッコつけも入ってきて、なるほどね、うん、いや寺なんか見るよりこっちでこうチャンバラしてた方が楽しいぜみたいななるほどね、あれはないでしょ、あなただから、そのよくあるあるですけど、これ修学旅行の、先の売店とかで謎の木刀とか買っちゃうみたいな。あー、ないね。ないでしょ、うん、ちっちゃい刀とか、うん、ないでしょ、よくわかんねえ刀みたいな、キーホルダーみたいな、うん、修学旅行終わりでみんな学校につけてくるみたいな、ないでしょ。もしかしたらあったかな。あ、でも日光行ってからそういう系は売ってますよね、その刀とか。
買ってたかも。嘘だろ。あのね、うん、買ってたかも。うん。あのね、うん。BJ が買ってたかもしんない。BJ？ うん。え、お名前ですか？あの、BJ？ まあ相性。あ、相性だよね、うん。うん。ジョンが買ってたわ。あ、ジョンなんですね。ジョンの J。あ、ジョンの J なんです、ね。フルネーム言うのあれだから。あ、そうだね。あ、ジョンなんですね。BJ が確か、うん、僕と買ってたかもしんない。あ、やっぱそう、日光でテンション上がって買ってたか分かんない、うん、なんか今フラッシュバックした、うん、僕と思ってる BJ。 いや怖いわそれ。それ旅行でテンション上がって買った以外で僕と思ってる。怖いよそれ。日常生活で持ってた映像だったら怖いよ。確かあったわ。あ、そう、うん、なんか休憩場所で、うん、買ってないかな、なんか握りしめてたのは覚えてる。まあでもあれ買っちゃうんだよね、なんかね、うん、なぜかね、うん、うん、そうだね。で高校なんかは僕は沖縄ですけど、うん、僕都立の高校だったので、はい、校則がゼロなんです。ほう。校則なんてものはないんです、この世に。あの学校に関しては。すげえ。だからホテルに泊まるんですけど、うん、沖縄の結構いいホテルでなんかプライベートビーチみたいなのついてるようなホテルに泊まって、もう何でもいいから、うん、だから僕ら任天堂60を持ってって、でテレビつないで、最高じゃん。お菓子買ってカップラーメン買って、で他の部屋とか本当は行き来しちゃいけないとか、うん、修学旅行って、うん、そんなん全然ないから何人も俺の部屋来て楽園じゃん。で64やってみんなでカップラーメン夜中食べながらお菓子食べて喋るみたいな。楽園じゃん。先生入ってくるんだよ、うん、見回りで一応、うん、一応ね、うん、まあお酒とか、うん、タバコとかはもちろんダメだから、うん、そういう見回りで来るんだけど、うん、逆にすごい健全だから、うん、僕らは、うん、その高校生としては、うん、だ入ってきてなんか、あー食いすぎんだよみたいなこと言ってたから幸せでしょ、次の日に響くぞ。そう、そんぐらい、そんぐらい、うん、タバコ酒はねえなみたいな言われて、うん、いや見てくださいないでしょ、うん、みたいな、あー食べすぎんだよみたいな感じで帰ってくみたいな、ただただ楽しい、うーん、いいね、時間でしたね、本当に。なんかでも中庭みたいなとこあって、うん、誰だっけな、誰かがなんかその中庭に夜中出て、全部屋から見えるんです中庭が、うん、だから夜中に中庭に出るのはダメなんです、うん、外はもちろんダメなんです、うん、出たらね、うん、中庭に出てこの全員を笑わしてやろうみたいな感じの、うんうん、中庭に出てこう部屋の方向かってこうやって、うん、で捕まったんですけど、うんうん、このやって面白いことやってみんなこう窓で俺のこと見て、うん、あいつ外出てんでって笑ってんだろうなと思って捕まっちゃって、うん、おいちょっとふざけた捕まっちゃったよっていう事件を全員が終わった後に聞いたんです。みんな部屋が楽しくて誰も見てなかったんだ。みんな部屋でゲームだトランプだなんかでも各部屋が盛り上がってて、次の日にそんなことがあったらしいぞっていうのをあいつの男気を誰も知らなかったっていう全部終わった後に聞いたな。ありましたね。あ、一つまた思い出した。その泊まるじゃん。はい。でその時にやってた、うん、金曜ロードショーかな。はい。が分かるか見たことあるかな、うん。スピーシーズンっていう。うん。なんかね、こう異世界の、はい、人間に化けてる、うん、異世界の、うん、寄生虫的な、その人間を殺して食べちゃう。なるほど。のやつ。うん。なんですけど、うん、ストーリー自体はまあ、シンプルなんですけど、はい、その女性なんですよ、うんね、うん、その寄生してるのが、うんうん、そのスピーシーズが、うん、だからその、うん、そのスピーシーズがどうやって人を食べるかっていうと、はい、そのいわゆる性交渉して食べるんですよ、だからお色気シーンがめちゃくちゃあるから、なるほど、全部屋それ食いついてみたいな。あなたの学校なんかすごい霜多くないですか。最初のうんちの漏らしから、まあ、ジャンルは違うけど下でしょそれも。でエロ本筋の話そう、筋とエロ本予備事件、うん、で女生徒にちょっかい事件、これも下だよ、下ですよね、うん、最終的にみんなでエロを見てるっていう、すごい学校ですね。でまあ確かに BJ の僕とも、まあ、下っちゃ下だ。下じゃねえわそれは。それを下と捉えたらすごいわ。あれだけは俺抜いたじゃん。霜じゃねえなと思って抜いたじゃん俺。あれは違うの、あれは霜ではないでしょ、うん、どういう意味を。エロ的な本能で買ってんの、うん、あれを、うん、あそうですか、そうっすね。結構じゃあ小学生にしては、うん、なんか混ぜてる。
そうね、やっぱ成長早いんですかね、日本人よりは。うん、そうかもしれないね。それはあるでしょ、僕ら小学校の時、あでも見てたな、絵本ぐらいは。うん、うん、そうです、道に落ちてるやつとか、うんうん、もう落ちてないでしょ、道には。あれ、なんで落ちてたの、あの時代。あ、もう、まあ、そっか、もちろん携帯とかなかったし、パリッパリのやつね。いや、でも僕それ聞くけど、うん、あの、目の当たりしたことないよ。マジで言ってる、うん、僕らの時、全然ありましたよ。あの、あれは駐車場とかよ。うん、道にドンはあんまないよ。駐車場もわからんな。草むら、ぼうぼうの駐車場とかいっぱいあるんですよ、うん、空き地みたいなとことか、うん、やっぱ大体そういうとこの奥に行くと、あの塀のさ、うん、塀があって間にこういうひし形の空いてるとこあるでしょ、うん、あそこ出て挟まってる。ああ、そこに丸めてこうで、あ、雨風やってもうバリッバリになってるっていう。へえー、いや、そのイメージはできるよ、もちろん。うん、いや全然ありましたよ。でもそのリアルでは遭遇したことない。小学生の時とかだから、大体先輩とかがそこをいて、うん、おい鳥山みたいな、うん、この草むらの方が呼ばれて、うん、行ったらなんかうわって見せられて、うん、キャーみたいなやってましたよ。なんで女子のリアクションだいやでもあの時代はなんか見ちゃいけないものっていう、のが強かったんですよ。だ見てるやつはめっちゃ悪いやつみたいな。だからその筋とくのめっちゃ悪いですよ、僕らの地域で行ったら。あ、そうですか。こう見ちゃいけないのよ。だからでも筋とは、うん、そのなんつうの、参考書ぐらいの感じで自分としてうひひひじゃなくて、なんか、うん、なるほどなるほどっていうあいつ文豪の顔してる何をあそこから学んでんのよ。ゆっくり1ページずつね。ほうほうほうみたいな感じで、うん、パラパラパラじゃない。じゃないんだちゃんと文字とかも、もうむしろ読んでるぐらいのね、うん、そうそうそう。あ、そうですか。いや昔はあったけどね。いやでもないな、僕は少なくとも。でも結構地域も近いのにね。ね、住んでるところは近いんですよ。ねえねえ、うん、あるとしたら、うん、学校に、うん、あの本場アメリカのプレイボーイ持ってくるやついたっていうあ、そうかぐらいですかね。アメリカで買ったやつってこと？家にあったんかな？わかんない。お父さんか、お兄ちゃんとかが、うん、持ってきたんだね。そんな見たことないもん、うん、学校に雑誌持ってっていいんだ。うん、まあ、ダメだけどね、そんなプレイボーイ持ってっちゃう。あ、それはもちろんそうか、うん、実はダメなんだけどでもジャンプとか持ってくるでしょ。ダメよ。え？ダメだよ。マジ？中学校だ、あ、日本の学校厳しいですよ、めちゃめちゃ。あ、そうなんだ。飴やガムとなんかダメだよ。え？てか、あの帰り自販機、自動販売機でジュース買うダメよ。え？コンビニもちろんダメよ。マジ？全部ダメよ。唯一なんか、その中学校が指定した文房具屋さんが近くにあるんですけど、そこでシャーペンや消しゴムなど、学校に必要なものを買うのならお金を持ってきてもいい。でも、その予定がないならお金を持ってきちゃダメ。マジ？そうですよ。今もそうなんじゃないかな。買い食いまみれだったよ。買い食いなんかダメですよ。ちょうどいいとこにセブンイレブンあるから。ダメ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 。マジ？セブンイレブンね、知ってるわ。あそこめっちゃあなたの学校のやついっぱいいるなあそこでしょ、坂の下のところ。あそこだ。そうでしょ、うん、あめちゃくちゃいいのよあそこ。豚麺がブームになったり。知らないけど、それはめちゃくちゃいっぱい来るの、うん、いろんな言語飛び交ってなと思ったら、そ そうあなたの学校の人ね。高校の時僕あそこのコンビニよく行ってたんで。あ、そうか、はい、もしかしたらだから合ってたかもしれない。合ってた可能性あるよ、うん、めちゃめちゃ来るなと思ってました。すごいアイスのとこの周りに囲んでめっちゃ話してるの。いるね。なんであそこでさ話し始めんの。カフェみたいなやつよ。なってるなってる。あの冷気が真ん中にある状態でなんか暑いからよ。いや暑いからとかで、あそこで話し込む意味はね、マジ何回もやっとかないかなって思ってたもん俺。なんであんな盛り上がってるの。マジでタムロしてるよな。ね、あれなん、ずっといるよね、しかもね。ずっといる。そう。あそこでずっといた。ずっといたでしょ、うん、なんか帰らないでしょ。ちょっと買い物するとかじゃないでしょ。セブンイレブンに遊びに来てたよね。そう。うん。いや、だからよく見てました。だから、うん。印象ありましたもん。なんかインターナショナルスクールが近いんだなっていう。そうそうそう、そう、うん。あそこだったね。あそこ。うん、なるほど。でも普通にジャンプとか持ってってさ。いや、そんなないわ。なんか、2人で、うん。半分ずつ出し合って、うんうんうん、あの半分に割いて、は？別に一回ずつ読みゃいいだろ。半分に割いて、あ、そのすぐ読みたいのか。すぐ読みたいの。あ、なるほどなるほど。その性格によるのよ。その、うん、上の半分はさ、うんうん、
要は人気そうだね漫画最初の方はね、うん、最初に読んじゃうか、うんうん、なるほど俺は取っときたい取っときたいタイプかあだからどっかしら中盤のあなるほどなるほどこっち亀あたりでサッて咲いてなるほどそれでその場で読むってことそのめちゃくちゃ持ってきていいっていう感じじゃなくて、うん、あの隠れてはやってたけどまあ大っぴらに持ってきちゃいけない大っぴらにさすがに、まあ、確かに、ね、勉強しに行ってる場所だからねで一人、うん、めちゃくちゃがたいのいい先生いて、うんうん、その人にジャンプ持ってる、うんうんうん、見つかるとパッて奪われて、うんグワーッて真っ二つにするえ、なんでよ捨てないじゃん、普通になんでわざと目の前でその怪力アピールするの絶対持ってくんなよっていうのであ、なるほどね、こうなるぞっていう、そういずれお前の身もこうなるぞぐらいのことねそうあで、途中から、うん、たまにあれ見たくなるんだろふざけ、ショーじゃねえぞ怪力ショーじゃねえぞ220円で見れるんだたまにちょっとちらつかせて、おいなるほど、なるほどでも渡すもんね、もうね、うん、そうすぐ渡したりするんだけど、うんうん、あれ結構コンディションも必要だから、まあ、それはそう先生的にも普通にただ持ってかれる時とかもうわー、ハズレだ最悪ハズレ回だ、それは何を楽しみにしてんだよすごいよ、でもあれおーってなんだよ、みんな握力めっちゃないと思うあれすごいよ100とかじゃないそのレベルじゃない、マジで結構だってでかいあー本当にそうだ、ね、縦にも横にもでかいあー、じゃないといや、ブレーってやるいやそもそもやる意味も分かんないけど確かに見たくなる気持ちは分かるわ、うん、あそうですすごい、まあ、高速が全然違うからね多分ね、うん、買い食いなんかダメですだから一回横浜中学校1年生の時に横浜に、うん、なんか遠足みたいなのあったんです、うんまあ、遠足といっても、まあ、それも班行動で、うん、どこどこで何時にどこどこ来なさいみたいな、うん、横浜ですよ中華街ですよ、うん、港未来ですよ、うん買い食い禁止が出たんですよはみんな普段からも買い食いを我慢してます買い食いっていうかもうそういう誘惑から我慢してて遠足は食えるとあの中華街で肉まん食うというのは理想でしょでも買い食い禁止が出たんですけどもう至る中華街の至る路地裏で僕の中学校の生徒たちがみんなでこうやってヤミ肉まん摂取してるそうそうそうもっと大っぴらにさ食べたいよ歩きながらこう食べてさそこ入れてやりたいけどさみんなでも相当真面目な子供やってたからそれが醍醐味の街じゃんそうそうよ食べ歩きの街じゃん横浜からもう食べに来てくださいって言ってんだからそうですそうまあもう十何年前ですからもういいですけど、うん、みんな食べてて超真面目な生徒会長ですらその日は食べてたもんさすがにでもやっぱみんな路地裏にね、ちゃんとね十何年前事故になってる事故だろ、全然そんな別に買い食いちょっと食ったぐらい大丈夫でしょ事故ですよ、うん、もう事故これアップするのやめとこいや大丈夫だよ、別にこれを先生が見たところでもう一発殴られるぐらいでしょ殴りに来るの怖すぎるだろ怖すぎるよ、さすがに僕らの年のやつの家調べて一人ずつ殴りに来るやつそいつ激ヤバだぞ気をつけろよ殴るだけじゃ済まねえぞ確かにそんな労力使ってきて一発殴ったらダメだよねうん、うん、そんなもんでしょその殴られるとかじゃなくて、うん、住所知られたが一番怖いね危ないから、うん、ネット得意なんかいってね、うん、全然買い食いもいいし、うん、なんだったら、もう場合によっては全部じゃないですけど、うん、授業中ちょっとつまんでもいいよっていう、お菓子食べてもいいよこれ、まあ、生配信じゃないから今日はあれですけどコメント欄はすごいことになってますよちょっと読んでもらえます羨ましいあうちも買い食いダメだったとか言われてあうちも遠足なのに買い食いダメでした最悪でしたとかあ分かるこっそり食べるの分かるとか言われてますわうんえもう途中から見ずに分からないって来たら都合のいいもう見てなかったですよね瀬尾さんの話、ま、全部分かるわとかうん大体共感されるんだよなすごいわとか天才なんだそのふわっとしたコメントはすごいわじゃねえ天才ですねみたいな来てるわ誰に対してだろ誰も凡人しかいなかった今スジットがだからその、うん、食べながら授業していいから嘘だろまあ、チョコとかね、うん、つまんだりとかあったんだけど羨ましい僕ね、うん、ちょっとカッコつけてね、うん、
チュッパチャップス舐めながら、うわうぜえ、数式解いてた。あなたつなまじで天才っぽく見えるな、なんか天才っぽくえ、マジでいいのそれも。いや、よかった、全然。え、加えてるとこ見られてもなんもない。いや、なんもないよ、その授業はね。全部じゃないよ。あー、なるほどね。いいよっていう人もいた。なるほど、なるほど。いや、そんなんだってバッグにチュッパチャップス入ってるの見られてたらもうダメですよ。ダメですよね、そんな、うん、大変ね、本当。30分過ぎるとスイッチオフになっちゃうんですか。いや、違う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 、ごめんなさい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 。でも今30過ぎたなって思っちゃったよ。ですよね。うーん、もう別に締めに行くかなと思って。仕事じゃないからいいんですけど、うん、プロ失格だよ。よく着いたね。多分、うん、29分50何秒とかで、わかんないよ、わかんないけど、うん、ぐらいで、うん、いや、チュッパチャップス入ってたら、それだけでダメでしたよ、学校、うん、って言って、うん、で、僕が、大変だね、それは、うん、っていうので、多分、ちょうど30になったの。そうそう、なったな。その瞬間、うーん。お前が言ったんじゃん。お前が30分前に滑り込ませた発言に反応したのか。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。わかりますか、もう使い物になんないんで。過ぎるとそうだね、うんうん、とは言っても、まあ収録会ですけど、この後もう一本撮るんですけどね。もう30分、もう30分あんのよ、この後。どうしてんだよ、我々は。そうなのよ、はい。というわけで、はい、一回終わりましょう。以上、ここで終わりでした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。